ミスタースマートフォンにはスマホがある。何をやっているんですか？スマホをしまいなさい。スマホをしまいなさい。ビール、もっとビールをください。ビール。スマホをしまって仕事をしなさい。ビール、もっとビールください。さあ、スマホをしまって仕事をしなさい。電話で話す従業員ではなく、接客をする従業員が必要だ。君は解雇だ。もう一度チャンスをください。ダメだ。君は解雇だ。Mm-hmm.
あなたは家賃を2ヶ月払っていません。2、3日したら払います。ダメです、遅すぎます。今夜出て行ってください。2、3日待ってください。ダメです、今夜出て行ってください。あなたは2ヶ月間電話代を支払っていません。電話をお預かりします。でも電話が必要です。それはわかりますが、電話代を払っていただいてないので。わかりました。音楽はないけれども、スマホはどこにあるんだい？いやー、僕、スマートフォン持ってないんですよ。それはすごい。新しい服でも買ってくれたまえ。その後、私のオフィスに来てくれるといい。君に新しい職を紹介することができるかもしれない。おめでとう。君を採用することにいたしました。ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。では、失礼します。スマートフォンにとってスマホは生活のすべてだった。そのスマホを失ったことで彼は人生を取り戻したのであった。